はようございます。おはようございます。じゃあ最近流行ってる、アペックスレジェンドやります。唐突だな。FPS 自体久々なんですけど、レジェンドはどんな立ち回りすればいいんですかね。エヴァ8って名前強そう。強そうじゃない。ガイダリもショットガンなのご存知。カタさんが戦ってますね。助けた方が良くないじゃあ助けますかね。あ、こいこいこいっと。ただの賑やかしに過ぎないんだよな。これで少々なくなってくれれば、回復に行けますね。微妙だと思うんですけど。ああ、敵が近いんだから遊ぶなよ。負ける気でせん、ショットガンやし。ああ、もう間に合わんのよ。ショットガンに引かれて、気づいたら現役ばかりの世界に放り込まれたので初登場です。デスノロー主人公なんだよな。これがリブちゃんですか。またこれに言い出したわよ。戦闘機に乗ってんのか。行為が必要だってはっきり分かんだね。もう前回は微妙なのよ。悲しいかな。ハードを人通りクリアしたので、ガンオンリー縛りを追加してやっていきます。長く続かなさそう。いやー、こんなわけわからない。縛りをつけて思ったんですよ。何を？このキーサイトは叩き向きじゃないですね。当たり前だよな。バトルフィールドにタックスティックだけで操作したいんですよね。いやこれ、エチケンシリーズの伝統操作だから。ネクト、プレス全のキーサイト、ちぎったんですよね。それ、マネの操作で味わわしくなるやつだろ。まあ、あんな分、左手を取りましたね。特に一つもないのに話し始めるのやめろ。それにしてもこの舞台うるさいですね。何かちょうど痛いからなんだった。いや、ゲーム音声無線プレッシャーかけつつに作り音声 50% に戻ってるし、その天気じゃないよね、これ。どうせ大使が答えしてないし、多少はね。目標は依然としてアクティブだ。攻撃を取る。じゃあバイクやってきますよ。香港のリベンジからですね。なんか1000ルーブルでキャリが売ってたので買っちゃいました。特性見る限り重量が小さいそうです。ゴースト先輩を拝見するに後輪を打ち当てるのが最適解ではありそうですね。まあトライアンドエラーあるのみです。成功するまでやれば失敗ではないんですよ。あ、そうだ、一番大事な要素を紹介し忘れてました。実は今やってるコースは運営が作ったものですが、実際にプレイヤーもこれと相当かそれ以上のコースを作って他のプレイヤーと容認することもできます。左のサイトにもあるように凄まじい数のオブジェクトをいじっているだけでもとても楽しいです。私の憶測ではありますが、様々なプラットフォームからの投稿によりプレイヤーコースの集合体であるトラックセントラルはより賑やかになることでしょう。しかし、どんなコースを作ったらいいのか方向性が定まらない時もあります。そんな時はこれを思い出してください。はなんだこれ。 F-0 のマットですが、何かこんなの作ってるから投稿が遅れるんだよな。実はさっきの F-0 も伏線だったんですよね。お前ゼロやってないだろ、いい加減にしろ。でもメリットもあるんですよ。F-0マットのタグをつけてもらえるかもしれないんですよ。今実況しちゃってるからもうマットではないんだよな。あさあ、まあ投稿者が謎の間に耐えられなかった結果だからね、しょうがないね。で、背景のこれは何番くらいよ。はい、これ何にあるの。ありますよ、これがトライアルズの可能性なんだから。今のプレスでと所有者との戦いの間違いなんだよな。でも実際にここモーションを作れるのはすごいですよね。重いけど確かにこのゲームの物理演算は優秀だが、そんなことのために使うものではないんだよな。新ゲームで別に珍しくもないからいいんじゃないですかね。でもさ、お前これを見せたかっただけだろ、いい加減にしろ。そうだよ、だって何でも作れるんだもん。しょうがないじゃないか。ほん、今何でもするって言ったよね。言ってないです。ところで話変わるんですけど、何ですか？アーマードコアの新作っていつ出るんでしょうかね？え？知らないんですか？新作見てたのか？お前はまだ見てるですよ。なんかこれは頭出たな。勝手に頭出た。流れるような宣伝恥ずかしくないの？他のエスコン関係なくない？それを言ったら AP も関係ないから、多少はね。そろそろ18時になるんで、早めに切り上げて狙っていいですかね？見落としたというわけでエクストリームクリアです。あんなのに付き合わさせるのが心苦しいんですよ。上達したプレイングを見せてもいいのよ。これまだデータなんだよな。あ、そっか。まあ
無駄な実況を加えていくのか。壊れるなアーチやオープンデータの実況解説を1週間かけるのはさすがに困る。そもそもアンドロイドで編集すること自体がだいぶ無謀でしたね。でも素材とか集めるのとか楽しかったから。素材もう発売から3日経ってますけど、なんで遊ばないんですか。切れそう。そういえば今回エスコンネタ多かったっすね。なんでだろうね。リアルで戦闘機撃墜されてたから。まずいですよ。こいついつもかつ戦闘機戦のロールアウトかね。ギア76は名作でしたね。そんなことより予告しなくていいんですか。何を。